カトーバ軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15万4358人であり、2000年の14万1685人から8.9%増加した。軍庁所在地はニュートン市であり、同軍で人口最大の都市はヒッコリー市である。カトーバ軍は ヒっコリ入れのはモーガントン大都市圏に属している。カト馬バ群はデータセンター回廊の中にある。メイドンにはアップルの i イクラウドデータセンターがあり、国内でも最大のソーラーファームもある。このバーには NC データキャンパスがあり、今後修道16号線沿い、このバーウォルマートの背後に置かれる予定である。カト馬バ群は1842年に、 リンカーン軍から分離して設立された。軍名は、この地域に住んでいたカトーバ族インディアンから取られた。カトーバ軍は、地域自治体の委員会である、ウェスタンピードモント自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は414平方マイルであり、このうち陸地400平方マイル。 水域は14平方マイルで、水域率は3.27%である。カトーバ軍は8つの軍区に分割されている。バンディズ、コールドエル、カトーバ、クライムズ、ヒッコリー、ジェイコブス・フォーク、マウンテン・クリーク、ニュートンの各軍区である。主要高規格道路空港群内主要空港は、ヒッコリー市にあるヒッコリー地域空港である。鉄道カトーバ軍は1日。 約20編成の貨物列車が通り、鉄道貨物輸送の中心である。これは、加藤馬郡を中心とする製造業の強い、経済によるところが大きい。一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。加藤馬郡の自治体と、軍区加藤馬郡の公共教育は、下記の地域を除いて、加藤馬郡教育学区が管轄している、軍民は、 カトーバ君図書館システムを利用できる。図書館は、コノーバー、ニュートン、クレアモント、メイドン、ヒッコリー、セントスティーブンス、シェリルズフォードにある。ヒッコリー市にもヒッコリー公共図書館システムがある。パトリック・ビーバー記念図書館とリッチウェイ図書館がある。ありがとうございます。